レディオポンポンズパンチャイルド祭りサード直前スペシャルパート2。明日ですよ、明日あの本番ね。そうだね、はい、そうマジか。そうだ、ね、明日ですよ。そうよ、はい、びっくりしたね。もういよいよ本当直前です。はい、ファンチャイルド祭りサード、もういよいよサードということはなんだ、去年一昨年ともう3回目ということですからね。そうでございます。これは恒例のイベントと言ってもいいんじゃないですか、はい、大好評をいただいてサードできました、うんうん、もう本当にもともと子供たちのためにね、うん、この素晴らしい舞台を見せたいという我々の本公演がこの本公演がね、あの幼稚園の子たちはちょっと未就学ね、ご入場いただいているので、入れない舞台が多いですからね、はい、ですのでもうそういう子たちにももちろん乳幼児でも OK なね、大丈夫なんで、うん、経験してもらいたいです。結構僕の友達でも本公演見に来てよって言ってもね、あのいや子供がまだ2歳だからちょっと置いてこれないかなって、うん、来れない友達もいるの、うん、めちゃくちゃ多いです、うん、そういう子もこのイベントはね来てくれたりするんですよ。そうだね、ね、そんなもうお母さんに優しいイベントでもありますから、うん、はいはい、はいはい、まあこの中身はですね、うん、まあ、もちろん劇団ですから、はい、お芝居もありますよね、うん、ちゃんと本格的なお芝居でございます、はい、ね、今もう稽古してきましたから、はい、はい、ね、たっくんゆうくんのピクニックパニック、こちら面白いよ、楽しみにしてほしいですね。面白いよ。百円に寺尾大成さん出ますからね。はい、大成さん、はい、はい、大成さん面白いよ。面白い、面白いね、大成さん面白いね。ありがとうございます。いろんなところで面白い。いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。明日ですからね、もうお腹が痛いんですよ、明日。やっぱりね。お腹痛いんですよ。もうね、本当に保育園とかからもうずっとあの遠足前の日とかもう寝れないんですよ。あ、そういうタイプ。そうなんだ、ね、じゃあ今日は寝られない感じで。もう嫌なんですよ、もう明日クマ作って本番を迎えてますよ、多分。そうですか。興奮しちゃう。たっくんとゆうくんのピクニックパニックっていう感じになっちゃう。何か出た、何か、はい、キャラが出たの。それぐらい今お腹痛いです。大竹医師のように、本当に寺田さんが大竹医面白いんですよ。その面白さに対抗しようとしてですね、この一川君目の細い子に対抗してないですよ。一さんには負けますよ、私も。第一バトル舞台だね。もう面白バトル舞台ですよ。本当でもね、笑って泣いてもらえるね、はい、アットホームサスペンスですからね。サスペンス、まあ、パニックとついてますからね。この子供たちにも楽しんでもらえるように作ってますので、うん、とても分かりやすいお話にはなってますしね、はい、本当に楽しみにしてほしいと思います、はいはい、でもチケットの方、あのお客さんの方もだいぶ予約が入ってまして、はい、ありがとうございます。もう本当に残りわずかと言っていいのかな。そうですね、各回残りわずかかなって、うん、これほんまにもうないのかな。本当にね、うん、あとわずかまだ、だから金曜日で予約締め切りだから、うん、今日か。そう、もう今日で終わりなんだ。今日の夜でネットの方、うん、ボムショップは締め切らせていただいて、はい、うん、明日明後日は当日券という形で、はい、出せますよね。出せます。そうですね、はい、出せます、ええ、はい、とはいえこのやはり予約していただいた方が確実かなと思いますので、いけるよっていう人は予約していただきたいかな。そうですね、本当にね、本当子供たちとこうワイワイという空気を感じてほしいなと思いますね。はい、はい、いやー明日大丈夫か、頑張れよ。いやもうだからね、テンションがこう高ぶってね、はい、本当楽しいんですよね、このイベント、うん、もうお祭りですから、うん、ファンチャイルド祭りですからね、楽しみです。楽しみましょう、はい、ね、ということで、最後にじゃあ市川智也くん意気込みお願いします。はい、もうすぐ日時だけ、6月13日土曜日は13時からと16時から、1時と4時から、はい、14日の日曜日はお昼12時からとお昼の3時から、はい、全部で4回公演となっております。本当にね、先ほども言ってますけど、笑って泣いて、ね、みんなで楽しめるいろんなイベントありますから、うん、ぜひぜひ、まだね、本当チケットも余裕ありますので、はい、当日来ていただいても大丈夫ですので、ぜひぜひ足を運んでください。よろしくお願いします。はい。はい、意気込みも。意気込みですか？もうね、稽古でやってきたことを存分に伝えるだけですから。そうだね。はい。正解。はい。はい。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫でしょう。はい。はい。パンジャイボンバーズ一同、バンジャイルド祭りサード、栄能楽堂で待ってまーす。一番の見どころは市川
の目がでかくなったところ。